ベリーツの自転車ビントホによる配達も行われるウーバーイーツはウーバーが2014年に立ち上げたアメリカのオンラインフード注文配達プラットフォームでカリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置く2016年には日本でもサービスが開始されたウェブブラウザや iOS および Android に対応のモバイルアプリケーションを使って対応している 飲食店に出前を注文できる。自動車配車ウェブサイト及び配車アプリを手掛ける Uber テクノロジーにより、2014年8月、カリフォルニア州サンタモニカで、バーフレッシュという名称でサービスを開始し、2015年にサービス名をベディーツに改名、Uber ユーザー向けアプリケーションから分離する形で、Uber Eats の注文アプリケーションをリリースした。 2018年時点においてサービスはランレートで6億もの注文数があり200%成長しているとしている利用可能都市も250都市に及ぶもののウーバーが利用可能な300都市と同等にする必要があるとされているウェブブラウザや iOS、Android 対応アプリケーションを使用し提携している飲食店のメニューから注文することができるまた 配達員に対してチップを渡す機能もある。アプリケーションはユーザーの居場所を探知し、現時点で営業している飲食店を表示する。支払いは Uber に登録されたクレジットカード、デビットカードに対応している。料理は車やバイクや徒歩で配達される。日本では配送手数料を含め1万円以下の注文に限り、現金払いの配達が可能である。 注文時、配送料と料理の代金を合わせた総支払い額が提示される。Uber Eats の注文には放送等が必要となるため、店頭での販売価格と異なることがあり、配送料は主に距離をもととし、レストランや市場要因が価格に影響する場合があり、混雑エリアでは通常よりも高い場合もある。二千十八年八月には一律点九九ドルだった。 配送量を距離に応じて変動する値段に変更し2ドルから8ドルの範囲になっている。注文後に配達状況を追跡することができる。時折店舗を持っていない料理人を含め知名度を上げる目的で地元の有名料理人が料理を提供することがある。都市によっては配達者登録することによって自分の二輪車や 自動車もしくは徒歩で配達することができる。配達者は配達回数や飲食店と配達先との距離に応じて報酬を受け取ることができる。ほとんどの都市では配達者登録ができるのは19歳以上である。ウーバードライバーも配達者登録が可能である。2016年9月29日に東京でサービスを開始した。 ウーバージャパン株式会社により運営されている。サービスエリアは2020年4月23日時点で16都道府県にわたる。2019年10月3日には配達員に対する事故や怪我の保障、運営の透明性、適切な報酬を主な主張、要求とする労働組合、ウーバーイーツユニオンが設立された。2020年には 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い需要が急増した。また、提携飲食店に対して、初期手数料の支払い免除やアプリ内プロモーションの費用負担といった支援策を行った。こうした飲食店への支援について、神戸市や渋谷区とも提携している。また、医療従事者や難病児の家族、貧困家庭の児童に対して、 計3万食の食事を無料提供する取り組みを行うこととなった。2020年8月からは、鹿児島市と宮崎市と熊本市と大分市がサービスを開始する。それぞれの開始日は、鹿児島市が8月4日、宮崎市が6日、熊本市が11日、大分市が13日。同年8月8日には、月額980円支払うことで、 すべてのレストラン一致注文1200円以上で配送料が0円となるサブスプリクションサービスであるイーツパスをスタート。通常、配達料は50円から500円の間で店との距離などにより算出されるためイーツパスに加入すると遠い店なども注文しやすくなるメリットがある。同年9月1日、三井住友海上火災保険は包括連携協定を締結し、 配達パートナーの交通事故防止に対する支援と地域経済の活性化、配達パートナー向けのオリジナル、安全運転啓発コンテンツ作成を支援することを発表した。また、OGK 株と,と連携し、配達パートナー向けにヘルメットの装着や安全性の高い装着方法の啓発、配達パートナーや事故関係者との事故解決につながる体制構築も支援する。 自転車や原付バイクで注文者のもとに料理を届ける配達員のことを Uber Eats 配達パートナーと呼ぶ。2020年現在ギグワーカーの代表例である。配達パートナーは配達用バッグとして前面に Uber Eats と書かれた黒色や緑色のリり方形型の大型リュックサックを背負う。これは視覚的に非常に特徴的で印象的なバッグであるため、 配達パートナー及びウーバーイーツそのものの象徴として世に認知された。この大型配達リュックサックのことを一部配達パートナーの中ではウバックと通称する。また、配達パートナーがウーバーイーツの配達員として稼働することをウバカツと通称する。配達パートナーは個人事業主の立場であるためアプリをオンラインにするだけで好きな時に 好きな場所で稼働でき、週単位で収入を得ることが可能である。例えば天候によって休業することも、体力の続く限り継続12時間以内、何日でも上限なく稼働することも可能である。その自由な働き方は、国籍や年齢も不問であるゆえに、副業としても人気が高い。2021年6月21日より、試験的に、 東京特部での徒歩配達を開始した。登録に必要な条件。2019年12月4日、配達パートナーが注文した商品を配達せず、住宅の共用スペースのゴミ箱に廃棄したことが発覚した。配達パートナーによる運転マナーの悪さが指摘されている。2020年4月は配達パートナーの死亡事故が発生。同年5月には自転車で、 首都高速道路を走行するといった事案が起きている。同年8月千葉県船橋市内にて当て逃げ事件も発生している。2021年3月、東京都は自転車などを利用した食事の宅配代行サービスを手掛ける事業者に対し配達員一人一人に背番号を付けさせるよう求める方針を固めた。また、 配達に使用するために自転車を繰り返し盗んだとして、パートナーが窃盗容疑で逮捕された事例もある。2020年10月23日、ウーバー・イン・ツの配達員が60代女性に追突、怪我を負わせた事件で、女性が配達員とウーバー・ジャパン本社を提訴した。ウーバー・ジャパン本社はコメントに応じていない。配達パートナーの立場が、 個人事業主の扱いとなっている。そのために2019年9月までは配達パートナーが就業中に交通事故にあった際はウーバー本社から労災保険や保証金といった支払いが対人、対物への賠償を除き一切なかったことや報酬や評価について不透明な点があるといった問題点もある。2019年10月には働き方の改善を求めて 複数の配達パートナーが、労働組合を結成するという事態にもなっている。125cc を超えるバイクを使う場合は、貨物自動車運送事業法が適用されるため、事業用自動車としての届出を行う必要がある。2020年には、無届けの自家用自動車を使って、配達を行ったとして、貨物自動車運送事業法違反で摘発される例が、出ている。 自転車や 125cc 以下のバイクで配達を行う場合には法的規制はない。しかし、ピンクナンバー、黄色ナンバーの原付きに対して配達に使えない車両であるなどと紛らわしい情報がツイッター等で拡散されている。また、青ナンバーのミニカーに対してヘルメットをかぶっていない違反車両だとの情報も散見される。上日のように一部の配達パートナーによる 事故、不祥事が相次いだこともあってか、配達パートナーが煽り運転や暴言の被害に遭うことがあり、中には、Uber e イーツのロゴマークを隠した状態で業務に当たる者も,もいると FNN が報じている。ただし多くは他社の業務委託配達員でロゴマークを隠して業務に当たるように命じられているものである。配達員の出入国管理法違反が相次いで発覚しており、 日本法人とその代表者、コンプライアンス担当者が書類送検される事例も報じられている。東京国税局は日本法人に対して配達員の氏名、住所や2019年の取引額、銀行口座などの情報提供を要請し、同法人が応じたことが2021年6月に明らかになった。日本法人によると副業で配達員をしていて、 年間所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要としており、啓発キャンペーンも行っているものの、申告の手続きを怠っている配達員もいると見ており、東京国税局は実態把握を進めたいとしている。注文時に利用できる割引クーポンのこと。英数字を羅列したコードであり、割引になる金額や対象商品、対象地域、 利用期限等はクーポンごとに異なる。割引の他にも配達手数料が無料になるものやサービス品が付いてくるものなど多様なサービスのためのプロモーションコードが存在する。プロモーションコードの多くは一度の注文につき750円から1500円程度の割引が可能なものが大半であるため、一食分の食費が丸々浮くことも珍しくない。転じてネットスラングにおいては、 プロモーションコードのことを、ただ飯クーポンと通称する。Uber Eats では配達パートナー募集にあたり、紹介キャンペーンを行っている。すでに配達パートナーとして登録している人から、紹介を受けて、新たに配達パートナーとなった人が一定の配達条件をクリアすると、紹介者側に高額な報酬が支払われる仕組みである。配達パートナー紹介コードは、 配達パートナー一人につき一つ与えられる固有の識別番号であり、英数字を羅列したものである。和公式サイトに掲載がなく確認できない国、今夜私がいただくのは、というキャッチフレーズで2019年頃から放映されるようになった。ありがとうございます。